はい、えっちゃんねるのえっちゃんです。まあ、昔もね、今も、まあ、亡くなることがないのはですね、まあ、浮気という話題ですかね。まあ、そこでですね、実際にですね、男女浮気をする確率っていうのはどれぐらいなのかっていう形のね、調査ですね、そういったものをですね、調べてみました。まあね、実際ね、浮気がバレてしまうとどういうことになるのかと。まあ、末路はね、大体決まってますよね。まあ、相手の心を、まあ、深く傷つけると同時にですね、まあ、完全に社会的な信用を失うと。同時に家庭も失うと。まあ、すべてに対して失うことが多いということですね。まあ、得るものはほとんどないでしょうというものです。はい。というところでですね、実際にですね、浮気をする確率が高いのは男女。ね、どちらかというのが気になると思いますよね。まあ、ある調査ですとですね、まあ、現在、まあ、恋人、ね、またはその既婚者ですね、がいる男女にですね、浮気をしたいと思ったことがありますかというね、アンケート調査をね、行ったところですね、まあ、意外な結果が出たという。まあ、浮気をしたいと思ったことがある男性ですね、男性の確率は 40%。男で 40% ですからね。まあ女性はどれぐらいだというとですね、浮気をしたいと思ったことがある女性は 40% ですね。つまり半分ですね。これはすごいよね。結構かなり高い確率じゃないですか。例えばまあ結婚していったり、まあ僕は結婚してるんですけど、まあ相手が浮気をしようと思っている可能性が約 40% あるってことですよね、これ。これはね、まあちょっとあくまでね、アンケート結果ですから、まあ必ずしもね、そのパートナーが浮気をしているとか、まあしたいとか、そういうふうに、思ってるわけではないのでね。まあそれでもね、まあ4割近くの男女を浮気したいっていうのは、結構ね、大変ですよね、それね。まあ結構ね、浮気をしたいという理由っていうのはいろいろあるみたいです。まあ浮気をしやすい時期だったりとか、そういったものでね、あるみたいなので、まあそのタイミングだったりとか、まあ注意点とかそういったものがあるみたいなんですけど、まあ今日はね、今のところ、浮気率ですね。浮気したい率、算出してみました。算出した、まあ調べてみました。まあね、これね、私はね、もう浮気なんて。浮気なんて。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今後はですね、浮気しやすい時期だったりとか、その理由とかね、そういったものもね、お伝えしていきたいと思いますね。ので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。カビカビやでー。